2泊3日のキャンプってすごいなんか長丁場すぎて、なんかおかしいなっていうのがあって、で普通キャンプっつうのはまあキャンプ場行きますよね。まあ午前中に着きますよね。まあお昼ぐらい作るぐらいか着く場合もあるんですけど、まあ午前中かな、まあお昼過ぎかな、大体普通な。まあまあいいや、午前中から来て、まあでもお昼ご飯なんか出来合いのものを食べてもいいわけで、持ち込んだものも、朝家から持ってきたものを食べ、そこの現場で食べればいいわけだから。そうそうね。そういうことだったらチキンラーメンでもいいわけですよ、別に。鍋でチキンラーメンを沸かしてお昼はそれでもいいわけですよ。おにぎり、家から持ってきたおにぎりな、途中で買ってきたおにぎりでも何でもいいんですけど、まあ買ってきたファミチキ並べてね、チキンラーメン、お湯を沸かしてチキンラーメン鍋で食べて、ああ、やっぱ山の醍醐味だねなんて言われてさ。で、そっから、まあ沢に、まあ魚釣り行くなりしてた。ね、まあ、キノコ取ってくるなりしてた。まあ、食えるかもわかんねえんだけど、まあ、山の幸を ふんだんに取ってきて、まあ、それで夕飯を、まあ、魚焼いたりとかしてだな。キノコ汁にしてだな。もうよし。で、バーベキューの、で、焼くもよし。お肉と一緒に、取ってきたしめじだなんだったの、多分乗っけて焼いて食べるもよし。ね。これ食えんのか、グレーとか言いながらさ。大丈夫か、このキノコ。毒キノコでねえだろうな、とか言ってさ。ちゃんとしめじ3本入ってるしめじ取ってきたんだろうな、とか言ってさ。大丈夫だよ、とかって言いながらさ。そういうなんかやりとりがあって、まあ、最悪の場合、そこで救急車呼ばれることはないんだけど、まあいいや、それで。で、それで、それで、なんか、まあ、キャンプの定番、カレーだったり、まあ、もうバーベキューやって、そこが一番メインなわけですよ。で、終わったら、もうテントで入って、あと寝るっていうね。寝るなら、まあ、全然寝れねえんだと思うんですけど。まあ、星空みたいなおかしね。星座観察会だから、やっぱり山は星きれいに見えるね、なんて言いながら、わあ、なんてね。まあ、星見たりなんかして、それで今寝るっていうね。あと寝るかーって言って、ね。で、朝起きて、朝ごはん食べて、ね、またなんかハムエッグとかで作ってたよ。ね、パン焼いたりなんかしてたよ。昨日のバーベキュー、今度もなんかまた、バーベキューのよく洗ってねえ辛みの上でさ、パンバーって焼いてさ、やっぱキャンプはこういう大雑把な料理がいいよね、なんて言いながらさ、まあ、もういいや。そんで帰るってのは普通でキャンプなんだけど、2泊3日って長すぎねえかっていうことなんですよ。それで、まあ、料金表見ても、ね、まあ、これ椿オートキャンプ場の料金表なんですけど、まあ、小倉さんの場合は、配信時料金なんです。土曜日だし、で、父親が追加するときも、まあ、日曜日なんだけど、このときは3連休の、ま、中日だから、こっちが適用されちゃうんですよ。で、小倉家の場合、この申し込みの通りだとすると、まず小倉ママと、娘2人の分が4500円になっちゃうんですね。デュオで、車1台2名までが4000円、で、1人追加で5500円だから、プラスで4500円になっちゃうんですよ。で、これが翌日父親が追加されるんで、で、またこそろ車1台1人が追加されちゃうんですよ。で、これが3000円なんですね。で、3000円追加され、小倉一家だけ7500円なんですよ。でも、父親の予定に合わせて、小倉一家が全員揃って4人で、車1台で4人で参加したら4000円で済むんですよ。で、3500円も高くなる、割高になっちゃうのに、なぜ無理やり行っちゃったんだろうか。まあ、小倉さんみたいなさ、自営業の人とかさ、お父さんが割と会社でいいところに、1位にいたらさ、3500円ぐらい取ってくれないっすよってなる、まあ、そんなのかもしれませんけど、いや、3500円ならばいい。たかだかそんなことでガタガタ言うなみたいな、3500円だからな。まあ、いいんですけど、なぜ費用が割高になり、父親は後参加に公式にしなかったんでしょうか。そこまでして2泊3日参加しなければならなかった理由は何なんでしょうかっていう、まあ、ここをまあ突っ込んでいきたいなと思うんですよ。で、このキャンプの本来の日程って何だったんだろうって、そこなんですね。で、これは子育てサークルのキャンプだっていうことを、まあ、まず念頭に置かなきゃならないわけですよ。
ね、でそこら辺のなんか SNS だそ、ね、我々がなんか、ね、ハロータ連中がですね、ツイッター仲間でね中村さんプランナー集まってね一日過ごすんじゃないんですよ子育てサークルだから何らかの目的があって集まった仲間なんですね。子育てサークルだから、ね、子育ての情報交換をしたい人たちのお父さんお母さんたちの集まりなわけですよ。でその人たちがキャンプをやってるってことはこのキャンプにも何らかの目的があったんだろうと思います。でこれがまずこの目的というのがもしかすると日曜日の午前中から何かのセミナーがみたいなのがあってセミナーとか勉強会みたいなのがあってこのキャンプのメインイベントはこれだったんと思うじゃないかなと思うんですよ。日曜日の午前中からでもしかすると外部から講師かなんかが来る予定だった可能性もあると。要するに外部からまだまだなんかセミ子育てサークルのもう先生役みたいな人がこの人の子育てのこの何この子育てのあの何あの子育ての方向はすごいためになると。でぜひ聞きたい。キャンプしながらみんなで親睦を集めながら温めながら、こういう勉強会もやろうということで、でキャンプね、そうするとこれ子供たちもほらキャンプ場行くとそのねデニーズでやるよりは親睦を深まるじゃないですか。あのファミレスかなんかで集まってやるよりはよっぽど深まるわけでしょ、子供たちの仲が。だからキャンプやってんじゃないかなと思うんだけど、もしくはもっと参加者が日曜日の午前中の朝早いうちからまあ本当にだから9時ぐらいに到着する予定で、あともう何家族かが合流する予定で、その何家族かの中がその子育てサークルのボスみたいな、まあ、要するにボスっていうかその子育てサークルを作った本人がいて、この作った本人が、私の子育て体験みたいなのを、まあ、皆さんでレクチャーすると、ね、そういう、ね、でこの人がいろんな人から支持されてて、あこの人が来るんだったら私もキャンプに参加しようって、ね、でキャンプをでこの後にこのお昼ご飯を兼ねてこの人も含めてバーベキューやってもっと親睦を深めて情報交換をしよう、これがほぼメインイベントだったんじゃないこと。つまり小倉智子さんはこれに参加したいがために無理やり土曜日の朝から行ったん お父ちゃんほったらかして行ったんじゃないかって。お父ちゃんはもうどうでもいいわけですよ。お父ちゃんどうでもいいわけですよ。だからお父ちゃんは途中参加でもいいですかみたいな感じで、なんですよ。お父さんバーベキューだけなんだけど参加するのまあいいよねみたいな。で智子さんが参加するからいいよいいよお父さんいいよいいよ、なんかそんな感じだったんじゃないかなと思います。でまあ日曜日はそれでもうだいぶメインイベント終わっちゃったからだって、あともう飲んでのあとあとは昼から飲んで大人は飲んだぐらいですよ。だから飲んだぐらい昼からビール飲んで飲んだぐらいわーなんていうのがさもう宴会で夕方なんかベロベロ夕方ベロンベロです。でもあれですよ、もうだからもう大したものない、大したものない、ないもんだって、もう大したものないもん、ベロンベロンなって、残り物、バーベキューの残り物、だと思います、夕飯は。で、朝なんかもう二日酔いで撤収ですよ、二日酔いでぼーっとしたまま、昨日楽しかったっすね、昨日飲みすぎですね、とかって、とかってさ、お父ちゃん、頭ボーっとしてる状態でね、それでね朝ボーっとしながらパンかじってね、でお昼までシャキッとして帰るっていう、ね、これが2泊3日のキャンプの目的だったんで歩きましょう。でこのキャンプっていうのはもともと2泊3日のキャンプの予定が元からあったんですと思います。これがでいつにするか決まってなかった。でみんなで話し合って結果10月の12、13、14ってこれまた3連休なんですよ、体育の日絡みで。で、まあ、この日にやる予定だったんだが、予約案が満杯であったと。当然9月21、22、23も予約が満杯だったと。で、
今年もこれこういう子育ての3連ちゃんのキャンプはもう無理だねなんて言ってたなんだけど、その9月、その台風接近でこの日が偶然空いちゃったんだな。この日が偶然ポンと空いちゃったから急遽ここに決まったとね。ですで、8月の時点で下見を兼ねて利用した家族がいるんです。うん。で、これがこの時遊び回った子供たちが B 君たちではであって、やったら椿荘オートキャンプ場に詳しいのが B 君、やったら詳しいわけですよ。どこ行くとあっちいいけど、で G 君も多分1回来てるんですよ。だからやったら詳しいんですよ、土地感があって。でここで土地感がある子供と土地感がない子供の格差が生まれるわけですよね、この時でね。ちなみに小倉美咲ちゃん、小倉さん一家はここ初めてですよ。あのね、NHK の記者の取材でね、小倉智子さんはね、椿オーツオートキャンプ場はね、どんなところなんだろうね、楽しみだねって子供たちと話しながら向かったって言ってるんで、小倉智子さんはここを利用するのは初めてだとです。だから、小倉智子さんも土地勘がないんですよ。お姉ちゃんも土地勘がないんですよ。だから、で、妹も完全に土地勘がないでしょ。で、お姉ちゃんは土地勘がないから、南の森キャンプで遊んでた時に、お昼ご飯の後、南の森キャンプで遊んでた時に、その、B 君たちが林道の方に駆け上がっているわけだけど、お姉ちゃん土地勘がないから行かなかったんだよ。行かずに戻っちゃったんだよ。まあ、変なとこ、わけのわかんないとこに皆さん行っちゃったから、自分はもう、未知の場所にみんな向かっていったわけでしょ。草山のとこバーッと入ってたわけでしょ。うわ、それ無理だわ、無理だわーとか言って、だから、行くよって言って、やだ、足無理とか言って、ですね、だって あれ、なんだかわかんない、もう、どこ行くかわかんないもん、あの斜面、さっき、何があるの知らないとかって、じゃあわかんないから行かないとかって、帰っちゃったかもしれないですよ。で、美咲ちゃんは知らない、お姉ちゃんが帰っちゃったこと知らないんですよ。美咲ちゃんだから、それお姉ちゃんはもう冷めてて、もうパッていなくなっちゃったけど、美咲ちゃんは多分ね、割と好奇心旺盛だったのかなと思って、だからついてたんだと思うんだよ、 G 君たちの方に。で、 F ちゃんがおいでって言われたから、面白そうだからついてたんでしょ。だから、美咲ちゃんもだって虫が怖いだろ、なんで山が怖いだろって言ったら帰るもん、普通。もう仮にぴょっぷって F さんから「美咲ちゃんもおいで」って言われたら「いいです」って言うもん。だって分かんないんだよ。でお姉ちゃんでそれ行きたがらないところなんだから、だってお姉ちゃんでそれパスしてもうね、水中の方に戻、お母さんのところに戻っちゃうようなところ入ってくる、みんなわーって入ってっちゃったんだから。でも美咲ちゃん入ってたわけでしょ。だからそれだけ美咲ちゃんって好奇心はあったと思うんだよ。なんか面白そうだと思って。うん。で、おやつの後は多分お姉ちゃんも多分ね、あれ嫌だって言ったんだと思うんだけど、行こうよって言われたから、女の子たちに行こうよ、面白いとこあるから行こうよって言って、私たちも行くからさって言って、私たちもついて行くからさ、行こうって言って、だからついてたと思うんですよ。第一基地の方に。うん。それで、美咲ちゃんもそれ見てるからついてたんだと思うんですけど、面白そうだと思って。うん。うん。で、B 君が作った基地が第一基地と、その第一基地と、その8月に作ったのが多分第一基地なんですよ。沢のところにあったのが第一基地。あそこは第一基地。で、第二基地っていうのが、おそらく私の予想では多分登山道に登ってったところの、先っちょにある、やっぱ登山道登れ切ったところの尾根、まあ、天線波道です。天線林道ですよ。天線林道、まあ、あの子供たちに言ってみたら、あれ道とは思えないから、うんね、地図持ってないからそっちか分かんないんだけど、本来は天線林道ってやつですよ。林道です、あれは。林道なんだけど、とても道とは思えないようなところ。ちょっと木が生えてない広場みたいなところ。あれが第二基地なんです。で、それを多分登山道の基地の話をおやつ前にしてて、で南の森広場から林道バーって出るでしょ。で、 B 君たちが最初に出ました。で、後ろから G 君たちも追っかけてきました。美咲ちゃんもあとついていったと。で、そこで多分
全員が揃ったと思うんですよ、 B 君班と G 君班が。で一旦山の方に、林道の上の方に登ってって、あのヘアピンカーブのところに行った。で登山道の入り口まで来た時に B 君と多分 G 君も多分行ったと思うんだけど、この先のこれを登ってって、ここ先ずっと登っていくと8月に作った基地があった、あるんだよって。でそこはちょっと広めの広場になってて、あの木がいっぱい、ここは今木がいっぱいあるんだけど、そこだけは木がなくてちょっと長細めの広場になってて、そこが第2基地なんだよ、そこ第2基地って、そこに基地があるんだよって。で B 君が基地作ったんだよあそこって言って、面白いよあそこ、いろんななんかって言って、眺めもいいしみたいな、でそんで今度行こうねって言った話で登らずに戻ってきたわけですよ。その白家の方のあの椿何の橋、三の橋の方で戻ってきたわけだ、ザーッと。それでそれをだから美咲ちゃんが小耳に挟んでて、ああここ登っていくとあんのかって、あまた行こうねって言ってるんだ、じゃあ今度ここに遊びに行くんだなって言って、ですよ。で B 君が言ったのはその場がキッチンなんですよ。キッチンの話をしました。それでおやつの後に G 君が何して遊ぶって言って、何して遊ぶって聞き出せるかと思う、 B 君だと思うんだよ、で第一基地でも行かねえって、あいいねって言って、でじゃあ行こうって言って、で A さんとか A 君、B 君とか A ちゃんとか I ちゃんとかみんなわーって行く、お姉ちゃんも行くわけですよ、バーってね。で美咲ちゃんはその基地に行こうって言ってるのを聞いてるわけです。しれっと聞いてるわけですよ。基地に行くんだ、さっき行こうって言ったら基地に行くんだなと思って、そんで C 君 D 君の後ろついてたわけです。で C 君 D 君にも巻かれ、 G 君にも巻かれ、巻かれたんだけど、向かってる先は分かってるわけですよ。あの基地だなって、さっきこの前さっき言ってた基地だなって言って、あそこまで戻っていくわけ、ザーって。いだからさ、おやつの前に自分たちが降りてきた道を記憶を頼りに戻っていくわけ、ザーって。前にみんないると思ってるから、で来てで、その林道を何の躊躇もなく登っていったわけですよ。ここかな、ここかなって言って、どんなとこなのかな、楽しそうだなって言って、みんな先にもついてんのかなと思って、なんか結構坂きついなとか思いながらさ、でも子供にしてくると面白いわけでしょ。だって山登っていくのって、さっさっさっさと登っていくんだから。だってどんなところなのかなって期待の方が大きいから、で、着いたら誰もいないんですよ。あれで、だって美咲ちゃんはもやっとした情報しかないんだから、だってで、ここじゃないのかなと思って、で右の方に、であの道路ってあのまた厄介なことにさ、こっちがこっ天線ハートでしょ、これが登山道で行くうち、こっちキャンプ場でしょ、あのキャンプ場のヘアピンカーブのこの看板があるところでしょ、こういう形なんですよね、この道なりに行けばね、ゴールって。だから普通だって自然にこう行くんだよね、普通何も考えないから。でこの家うろうろして、尾根の子うろうろして、あの尾根の子うろうろして迷子になっちゃった可能性があるよ。だからこの辺まで来て戻ってきて、あれこっちからなんて入ってって、結構奥深くまで尾根の子入ってって、あれと思って時にパッで我に返ったら360度全部同じ景色なんだもん。だって木しか入ってないんだから、だって自分の周りで、自分が今どこから来たかわからないわけでしょ。もうあれみたいななるわけでしょ。これ怖いのよ。だからどっから来たか分かんなくなって、で戻ったはいいんだけど、もう同じ景色なんだもん全部。だってこれ、我々は地図見ながら動画見てるから、あ、こっからこう曲がれば帰れるなとかって、こっから言ったら943のポイントだなと分かるわけですけど、初めて来た子、さらに地図もない、土地勘もないでしょう。山歩きなんかほとんどやったことがない人が。
360度全部同じ景色っていう、どこ行ってもどこまで行っても同じ景色、さっき言った林道のあの天然肌みたいなあの尾根道はどこなんだろうとかと思って、結局なんかそれで変な尾根入っちゃって、積んだんじゃないかなと思うんだけどね俺は、うん、まあ、それがあのきっかけなんじゃないかなと思ってますけど、うん、これが多分あの2泊3日のキャンプ、でこれだからこれ子育てセミナーっていう、子育てサークルっていうんだから、うん、やっぱここになんか日曜の午前中が何らかの命名とかあったと思うんだよ。で講習会にはないにしろ、講習会とかないかもしれないんだけど、もうあと3家族4家族ぐらい日曜の午前中から合流してきて、さらに大人数大状態になってみんなでバーベキューをやろうってね、みんなでバーベキューを やりましょう。そのためでみんなでワイワイガヤガヤ準備をしましょう。それかもしれないよ。みんなで。それが楽しいから、それで子育ての情報交換しながらみんなで大量のお肉を切ってですね、大量の野菜を切ってですね、で、子供たちも手伝いなさいよって言って、ね、子供たちも手伝いましょうって言ってですね、じゃあ野菜切ってちぎって、ピーマンちぎって、ね、玉ねぎで全部あの、玉ねぎを、輪っかにして、みたいな。うん、玉ねぎをスライスしたらみんな輪っかにしてって言ってね、でトウモロコシもちゃんと皮むいてちゃんとってね、みんなでやれよって ね。ですごい人数のバーベキューをやる予定だった、うん、だからこれがとメインイベント、うん、こっちがメインイベントだって、でこれにどうしても参加したかったと、うん、でにお父さんの予定に合わせちゃうと、小倉智子さんはそのこの大イベント、まあ、大人数でバーベキュー大会に何も準備をしないまま参加することになるわけですよ、結局。で、それはちょっと気まずいなーってなるわけですよ、それはちょっと。なんか気まずいよね、みたいな。ね、こういうのが、もうこういう可能性が全くないとして、ただ単に、あと3世帯ぐらい来て、もう大バーベキュー大会みたいな、日曜の午前中、お昼から大バーベキュー大会、大宴会って、飲み放題、食べ放題みたいな、もうどっかの人がまたあの炭酸ガスのボンベ持ってきてさ、あの炭酸ガスのボンベ持ってきてさ、ビールサーバー持ってきてさ、もうそれ計画もあったかもしれないよ、そんぐらいの大きめのなんか大規模なやつ、うん、ものすごいあのものすごい大きいグリルで、もしくは3カ所ぐらい分かれてあのバーベキュー大会で、これを準備、これを日曜の朝ごはん食べてからお昼までの間に全部下ごしらえをしなきゃなんないから、子供たちも手伝って頑張ろうっていうね、そういう頑張ろうみたいなさ、うん、なんかそういうのがあったと思います、うん、ね、そうね、そう、日曜日小倉さん一家が日曜日のこのこ来ると非常に気まずいわけですよ、何の準備もしてないのに、ただご馳走だけしてする羽目になるから、それだったら参加しない方がいいじゃないってなっちゃう。じゃあそれはなんか嫌だから無理やり行ったのかもしれない、どっちかが分からない、うん、どっちかが分からない、あの高校子育てセミナーのなんかその講師の人が日曜の午前中にまあもう参加して途中参加って感じで土曜日曜の午前中からこの講師のご家族もこのキャンプの仲間に混ざって、で講師の先生が今後の子育てについて子育てビジョンの話し合いとかね、お勉強会があって親たちが参加して、でそれが終わったらみんなでバーベキューをしましょうって言ってわーなんてね、うん、感じかもしれません。セミナーが終わったらみんなでバーベキューをやって、お父ちゃんたちはもうビールだ酒飲んでベロンベロになってですね、子供たちはあの大阪を、まあ、そこへのはしゃいで、まあ、はしゃぎ回るというね、で お母さんたちはもうお酒を飲みながら子供たちの子育ての情報交換みたいな、まあ、あるいは愚痴、のろけ、それいろいろ含め、やると、ね、これかなと思います。だからあれなんだよな。だから日曜日の、その、なんだっけ、日曜日の、もう昼間からもうお父ちゃん酒飲んじゃうから、もう2泊3日なんだろうな、これ。帰れなくなっちゃうから、だって。
じゃあなんでどういうことじゃあこれいらないだからそうなってくるとこれいらねえじゃんってなるんだよねこれいらないんじゃねえ普通ってもこれねえこれでもあれなのかだって日曜日のさみんな朝早く出発して9時ぐらいに着けばいいわけでしょだって早い人9時に着いてんだからだって早い人は9時から着いてんだからさそうもいかねえのかうんまあそんな感じです今日は2泊3日のキャンプについてなんで2泊3日なのかについて、突っ込んでみましたけどこういうところからも結構こういうなんだもともとこのキャンプって何だったんだろうっていうところなんで誰もそこは突っ込んでないんでね、まあ、私だけちょっと突っ込んでみましたけども、うん、そんな感じですねはいうんだからどうしたって話なんだよねだからどうしたってだから結局だからこれ年に何回があると思ったね。これもうなんか3連休のタイミングでこういうスケジュールでキャンプやる予定があったんだけど見送ればよかったんじゃないですかって思うんだけどね私はね、うん、で思うのはこのキャンプってだからまああのなんまあ、子育てサークルが結成されて以来多分おそらく何回かこれキャンプってやってたと思うんですよでまあこれ多分ほぼ同じようなスケジューリングでやってたと思うんですよ同じようなやつで土曜日はまずはみんなで集まるとりあえず家族が、まあ、とりあえず親睦をまあとりあえず親睦久々に集まったから親睦で、まあ与太話をやるみたいなで夜はまたなんか、ご飯食べながらね、まあ軽く酒飲みながらわーって明日楽しみですねメインイベント楽しみですねうわーなんてやってまあそこそこいろいろキャンプをやる普通のキャンプなんですよねで日曜日がメインイベントですよお祭りですよお祭りの後ででこういうのは年に何回かあったんだから小倉さん一家はお父さんが参加できなかったらやめりゃよかったのにって思うんだけどでもあのねこんな時に子供って毎回多分ね ほったらかしされてた気がするんだよねこれうん今に始まったことじゃなくてずっとほったらかしだったような気がするんだよこれだから結局さ子育てサークルだからその要するにメインは親たちの情報交換なんですよこのキャンプって情報交換の場なんですよ日曜日はもう講習会みたいなもんですよだから、うん、本当にセミナーで この時は絶対あのあれなんですよ子供ってね放置プレイなんですよだから大体でこれ今までね子供放置プレイしてきて何もなかったんですよ何もなかったから良かったんですよ今まではうんなんですが今回初めて事故が起きたんですよ今どうなってるか分かりませんこの子育てサークルは分かりませんけど最初は多分ちゃんと見てたと思うんだよなやっぱりこれ最初のうちは見てたと思うんだよだんだん子供たちって親たちが見なくても子供たちだけで遊んでるんだから見張りとかいらなくねえかみたいな話になってだんだんおろそかになってたような気がするおろそかになってきた結末がこれですよだからだいたいだって親が見てたのってこっからあ違う親が見てたのって10時20分までですからね南の森広場で遊んでた時まで親が代わり代わりに見張ってたんだけど林道登ってたとこまでは親はついて行ってないんですからね普通本来ならあそこまで親がついていかなきゃダメなんですよ見張んないからダメなんですよ誰かが一人ついていかないと行くの嫌だったんだろうねあれのねうわーって、気をつけろよーぐらいしか言ってないと思うよ気をつけろよあんまり遠く行くなよーとかしか言ってないと思うんだよなんかその辺はだから、で
もしくはもう例年のごとく南の森で遊び、沢で遊ぶ、飽きたら林道の方に上がっていくって、ね、もう定番の やつだったんで、8月の時も多分同じ感じだと思うんで、8月来た時も最初広場の脇の広場で遊んでたわけです。南の森で遊んでて、その後子供たちが林道の方に登ってって、で白い家の方ぐるって回って戻ってきたから、あ、またいつもの散歩コースなんだなと思って見ついていかなかったんだと思うんだよ。もしくはその時は多分親がついてったかもしれない。親が一人見張りでついてって、でもしかするとこの登山道の上の上に尾根道があるっていうのを教えたのはそいつじゃねえかと思うんだよ俺、多分子供たちに教えたのって。もしかしたら8月に実際現場まで連れてった可能性があるよこれ。8月前に来た時ってそれ見張り行った子が、要するに南の森キャンプ8月の話ね、先月も行ったって言ってんだから、8月ねに行った時はその親がついてたと思うんだよ、林道まで、南の森広場から林道までついて行った。でその時にその親がこの登山道まで連れてって、その時と男の子しかいなかった、いなかったかだから、ここ登っていくと岩があってみたいなさ、ここ登れるんだぜ、登ってみるって言って、あ、じゃあついてこいついてこいって言って、あ、いやー大丈夫大丈夫だよ、こんなすぐそこすぐそんなすぐすぐ終わるからって言って登ってったんじゃねえかと思うんで、子供たちと一緒に、どうだすごいだろうって、気をつけろよとかって言って、でもしかすると岩が見えてくるからみたいな、そこもっと左だよって言って、わーって言って、で出たところが割と広場みたいになって、広場っていうか、まあ尾根道の尾根道なんだけど、あの派生林道ですけどね、そこ広くなってるから、で子供たちそこで遊んでたと思うんだよ、わーって言って、で元来た道を戻るのが危ねえから、まあ、まあ、わかんない、元来た道を降りてったかもしれませんが、もしかすると天線林道をたどって降りてった可能性もあります。でキャンプ場の左側の要するに林道大室差線を通って帰ってきたんじゃないかなと、その8月の段階では。でそれ B 君とかがそれを知ってて覚えてて、で林道のところでみんなを案内したと。案内したんだけど、その時は10人ぐらいいたから、さすがに B 君を先導では行けないわけですよ。行くの無理だったから、人多すぎて。うん、で、ここ、うん、で、ただ説明だけしたんじゃないかなと思うんですよ、その日は。で、帰ってきたと。うん、でもしかして写真とかも見せてたんかの、G 君。小6だからスマホ持ってるかな、その時撮ったスマホの写真とかもその時見せてたし、これ先月行った時のさ、あれだけど、この上がこうなっててさって言って、でこんななんか広場になってんだよって、なんか面白そうだよねとかって、面白そう、なんかここでなんかいろいろ遊べるよね、ここで、ここ基地だからって、でここに俺たち基地作ったからってでみんなも行ってみたいねって言って、でもう今日もうだからさって、で今日人多いからさって言って、まあ、またねって言って、うん、って言ったんじゃねえかなみたいな話を、まあ、するわけですよ、私は思うわけですよ。で帰りがね、でここでなんか説明したんだよね、8月の時はここをね大人と一緒に登ってったんじゃないかなと思うんで、ここまで来て、でここら辺がそのちょっと広くなってて、なんか景色もいいよ、景色いいのか分かんないんだけど、まあ、ただね、遊び場みたいになってて、で、戻る際は、こっからこう戻ってって、こっから帰ってきた可能性もあるし、で、こっからそのまま、危ないぞ、気をつけろ、気をつけろって言って、滑んなよ、転ぶなよって言いながら降りてきて、ここに戻ってきた可能性もあるわけですよ。どっちか分かんないです。これ8月の段階の話ですよ。うん。だから、で、これが9月の時も、B 君とか G 君がここからここへ行くと基地があるんだよって言って説明して、まあ、スマホで写真見せてなんかして、こういうところなんだよって言って、
まあ後でねって言って帰ってきた、そんな感じじゃないかなと思うんですよ。はい、もしくは8月に一回誰かが来た家族がいて、だ土地勘、本当は土地勘がある子と土地勘がない子の格差があったと。まあこれがこの事件の原因かな。原因でもここでは原因がいっぱいあるんだよ、もうこの、ね、話は、なんですよ。はい、以上ですね。でもなんか2泊3日のキャンプってやってみたいなと思うよ、暇の時いいね、2泊3日のキャンプって面白そうだね。でもね、結論何事もなければね、すごい金かかんだろうな。やっぱ食材の準備とか大変だしな。それはそれはそれで、だって昼夜朝昼夜朝最低でも6食6回分の食事を用意しなきゃなんないからな。そりゃ大変だよな。なんかな、野上の食パンとかで誰か持ってきてさ、みんなで切り分けて食ってたらすごいよね。みんなでこう焼いて食べようとか言って、わかんないですけど。はい、以上です。